うわこのうなぎうまそうこれ、はいどうもゆうちゃんパパです。本日はね大阪にありますね炭火焼うな市さんでね、うなぎをね食べていきたいなと思います。さあ店内はねこんな感じの雰囲気になってますね。さあ座敷の席にご案内していただいて、ええー、感じだね。やっぱりね、この雰囲気がね、ゆうちゃんとママがね、メニューを選んでまーす。風情がありますね。さあ、ここからね、ちょっとメニューのね、ご紹介をね、ちょっとしていきます。まあ、結構ね、いろんな種類のね、料理があるんですけれどもね、まあ、セットであったりとか、単品ものもあったりとかね、ひつまぶしもありますね。でまあこれねサービスセットとかね満腹セットとかね、お得なセットもございまして、でうどん類とかね麺もありましてね、でこれお酒で、飲み物類ですね。でここはねお持ち帰りのねメニューもあって充実してましてね、非常に人気のあるねお店でございまして、さあ料理が届きましたね。まあ私はねうなぎ御膳をね本日注文させていただきました。うな重とうまきとね、肝すりが入っておりますね。めっちゃうまそうこれ。食べたい。うまい。さあママは満腹セットですね。うなぎとうどんのセットでございまして、ゆうちゃんはサービスセットですね。さあ早速いただきますよ。あらーこれうまい、うますぎる。やばい、これはうまい。うまきも食べて、うますぎる。あらららららら、うますぎるぞこれ。うなぎ単品でも食べて、もうご飯も食べて、うますぎるぞ。さあ頬張って、さあ秒で完食いたしました。ほんまにタレもね、うなぎもねもうめちゃくちゃうまいんでね、もう皆さんもぜひね一回ねうな市さんにね、足を運んでみていただければなと思います。